クロコッチの言ってたチーム、そのために何をすべきか、そして俺が今何をすべきか。俺に勝てるのは俺だけだ。じゃあその俺が相手ならどうなるんすかね。待ちくたびれたぜ、まったく。とっとと倒してこい。ついに奇跡が、エースの青峰を抜いた。悪い予感が当たりよった。信じられない、今の動きは文句なし、青峰のそれや。調子に乗ってんじゃねえぞ、くせえ。